はい、どうも、世界一ステッカーな化け物、デケーテイテイです。はい、ということで、2021年1月11日の更新情報を見ていきましょう。はい、まず、百花美人ですね。百花美人ガチャに関連が来ますが、はい、このキャラクターですね。小銭を投げて落としてチョコを目がずさーのキャラクターです。で、奥義的には結構充実しているように見えるんですけど、まず上の方の両頭ですね。このキャラクターに関しては、この水筒巨星で5日目の宝箱ですね。この萌え姫パックを開けてゲットする場合、1日1200円使って600元宝の目標を毎日達成していって5日目でやってもらえるんで6000円かかりますね。で、それが嫌な人は限定特典の中の、はい、これですね、限定トレジャーっていうのがあるので、はい、ここで両頭の絆を元宝を使って集めることができるんですけど、これ私も何回も利用したことがあるんですけど、だいたい4000元宝ぐらいでこの SR の絆ですね、80絆やっと貯まるって感じですね。 SR なんですけど、 SSR みたいに無料でゲットする術がないので、意外とこの奥義難易度高いんですね。で、難易度高い割にそこまで能力値も上がらないので、これは後回しでいいと思います。で、もう一つの、はい、この SSR4 体の奥義ですね、はい、これに関してはかなり奥義の内容ですね。 HP 上限 5% アップと HP 吸収 4% アップ、割と優秀な奥義なんですが、中に耐死字が含まれてるんですね。なんで無課金の人は絶対にゲットすることができないので、美課金以上の人は、はい、狙っていってもいいのかなってところで、無課金の人は見送りでいいですね。はい、ということで百花美人のここの限定ガチャの部分ですねに明日並ぶことになるんですが、限定ガチャの残り回数保証ですね、私の場合あと6回引けばここの限定ガチャの序書ですねの絆が10個確定でゲットできるんですが、はい、ここの残り回数はメンテ後も引き継がれるので、もし明日0時になった時点で残り1回になった場合に、この序章を取るか、それとも今回はガチャ回さないで明日関連が来た時にその残り1回を使って絆10をいきなり取りに行くかってとこですね。序章の奥義見ていきましょう。はい、そうすると序章ですね、命中奥義かなりお手軽なやつがあって、もう一つこれも SSR で無課金でも美課金でも誰でも取れる奥義があるってことで、でさらにここの攻撃力 6% アップの奥義に関しても、はい、二次キャラクターかぐや姫含まれてるんですが、まあ、現環境でかぐや姫ですね、対人なんかで先発に置く奮起キャラクターの中では一番使いやすいキャラクターになっていて、まあ、他に除服や細分岐ってキャラいるんですが、状態状態性が高くて先発で相手にめまいなんかで足止めされづらいんですね。なんで安定して奮起を味方全体にばらまいて足止めされてる味方なんかがいたら、このキャラクタースキル値でデバフ解除もできるので、かなり前衛に置くのに適したキャラクターで、皇室の上位なんかでは結構かぐや姫使ってる人多いですね。まあ、なんで二次キャラクター含まれてるんですが、まあまあ精神的な障壁は低めに、狙いに行ける奥義で攻撃力上げられるのもいいのかなってところで、そこに助手が絡んでるってところですね。はい、なんで今回の百花美人のビフォーアフター勝負、はい、私の中で勝者は助手ですね。まあ奥義的に助手の方がほとんどのプレイヤーに嬉しい奥義になってるのかなっていうふうに思います。で、両方ともまだ二次キャラクター出てきていないので、副賞としての性能レビューはまだする必要がないですね。で、まあ取りたい人は元宝を使わずに高級ガチャ券ですね、これを使って届く人は取りに行くっていう感じでいいと思います。はい、そして課金イベント、ああ金貨一石、はい、これ前回の更新でも同じでしたね。金貨一石出てきましたが、1万1000円の課金で元宝3200と覚醒炭150と千両育成炭100個もらえるってことで、はい、これ元宝換算すると3200元宝足す覚醒炭150個っていうのが、まあ、もし元宝を使って覚醒炭集めようと思ったら、ここの限定特典で買うのがトップレベルにお得なんですが、ここで5個100元宝で売ってるんですね。なんで覚醒炭150個の元宝価値でいうと3000元宝ってとこですね。同じく千両育成炭100個分ですね、はい、4500元宝で売ってるので、元宝換算に直すと、はい、1700元宝分の元宝を1100円の課金で入手できるっていう形になります。はい、で大体同じぐらいの課金で言うと、あの一丁一石っていうイベントありますよね、はい、このイベント、はい、これで 40% が出た時、この1万円分課金すると、単独チャージのイベントなんかも含めると大体1500元宝ぐらい手に入れることができるので、1000円安くて大体同じぐらいの元宝を入手することができるってことで、正直あまりお得なイベントではないですね。まあ、ただ覚醒炭の元宝換算のやつが、まあ、安い取り方なんで、はい、1日5個ずつしか増えない覚醒炭の集め方で、ちびちびやるやり方で元宝換算してるので、まあその分安くはなるんですが、時間はかかるってことで、はい、一気に覚醒炭集められるっていうメリットがこっちにはありますね。はい、どうしても緊急で欲しい人以外はここに手を出す必要はないのかなっていうふうに思います。はい、そして有無創生ですね。はい、こちらも120円で元宝150元宝と5時間高速戦闘権が入手できるんですが、まず元宝だけ見ると120円で150元宝っていうのは、はい、大体規模としてはこの一朝一夕で 40% が出た時に、この60元宝ですね、同じ120円払って60元宝取りに行った時に、ここに 1.4 倍して6元宝足して、あと単独チャージですね、60元宝をもらうとちょうど150元宝になるってことで、まあ、一朝一夕で一番悪い倍率を引いた時と同じぐらいの課金効率ってことで、はい、これもあんまりお得じゃないですね。はい、そして超合加工、これは恋文イベントですね。はい、恋文に関しては課金してゲットする方法がこの超合加工か、はい、今ちょうど出ているこのラッキー割引ですね、はい、ここのたぬきちイベントの、はい、ここですね、恋文課金してゲットするイベントになってるんですが、はい、比べてみると超合加工ですねの場合は恋文1個あたりの課金量ですね、300円かかるってことで、はい、たぬきちイベントで6割引が出た時よりも余計に課金が必要になるってことで、はい、正直課金効率は全然良くないですね。たぬきちイベントの方がお得になってます。はい、そして
あ、幸運ギフト来ましたね。この課金イベントはめちゃくちゃお得です。はい、頻繁に来る課金イベントの中では、ま、月ギフやハッピーギフトの次に課金効率のいい課金イベントになっているので、はい、ま、美課金以上の人はこの幸運ギフトですね。はい、1回購入するとこの50元宝と2時間高速戦闘券、そして高級ガチャ券1枚が7日間毎日もらえるようになるので、単純にここに7倍してもらえればいいので、はい、350元宝そして14時間分の高速戦闘、そして高級ガチャ券7枚ってことで、まあ、1枚300元宝の価値なんで1100元宝の価値ですねをもらうことができるということで、はい、まあ、高級ガチャ券7回使えば、はい、ここに地味に書いてあるんですがポイントプラス20って書いてあるので、はい、ここ7回使うと140ポイント貯まって、はい、140ポイント貯まるとここの交換のところにあるここの覚醒炭ですね、覚醒炭1個につき40ポイントかかるんで、この覚醒炭 3.5 個分ですね、はい、ゲットできるんで、はい、350元宝と14時間分の高速戦闘と2100元宝分の高級ガチャ券、そして覚醒炭 3.5 個がついてくると、はい、ような感じになりますね。はい、120円ってことでね、ジュース1本分我慢すれば買うことができるんで、ジュース1本分我慢して角砂糖10個分の糖質を制限しつつ副賞の育成に回すことができるので、自分も副賞も成長する超お得なパックですね。まあ抜くのはねジュースじゃなくても何でもいいんで、はい、2週間に1回来るイベントなんでね、このイベントが来た時は副賞と一緒に成長する時だと思って、このイベントが来るたびに毎回自分の不節制をね1個直していくだけで、はい、人生変わります。ポチ少女はそんなゲームですね。はい、そしてラッキースターイベント、総称前田刑事曹操、はい、この3体が来るんですが、はい、まず曹操ですね。はい、曹操に関しては奥義で、はい、この曹氏一族っていう防御力 6% 物理防御プラス 8% っていう奥義、曹操 UR1 体と SSR3 体で解放することができるので、割と難易度の低い奥義で、しかも防御力 6% と物理防御 8% って結構優秀なね、はい、奥義になっていて、まあ、今コブループ流行ってますが、まあ、コブループでね進んでいくと抜けなくなる原因の一つとして、単純に敵のボスの取り巻き3体の攻撃を上杉謙信が防御力不足耐久力不足で耐えられなくなって死亡してしまうというケースが出てくるんですね。なんで、まあ、そこまで先を見越すと防御力系の奥義解放しておきたいっていう気持ちありますね。はい、コブループやる人はここ意識しておきたいところです。はい、ただし、はい、今回のラキスタの3名ですね、はい、奥義的に優秀なキャラクターが結構揃っちゃってるんで、他の2体見ていきましょう。はい、次が前田刑事ですね。はい、前田刑事の奥義がめちゃくちゃ優秀で、この一番上の体力レベルかける10020が上がるっていう体力奥義ですね。はい、これはもう全プレイヤーがとりあえず奥義狙いに行くときは体力、これは優先的に上げに行きたいので、まあ、実際今回のこのラキスタ3名の中で誰を優先するかっていうと、やっぱり前田刑事になってくるのかなと私は思いますね。で、中身見ていくと、まあ、ダッキーっていう、これも放置少女でサポートキャラクターとしてはトップレベルに優秀なキャラクターの一人、ダッキーが含まれていて、で、細分機なんかも SSR の時代からお手軽に味方に奮起のバフを付与できる優秀なバッファーってことで、はい、取る精神的障壁もかなり低いんですね。ちょっと装飾だけモチベーション上がんないとこですが、まあ、装飾に関しても味方に暴走を付与することができるってことで、まあ、コキビーが来るまでは装飾も割とモチベーションあったんですが、今はちょっとテンション上がらないですね。まあ、でも前田刑事、ダッキー、細分機と取ったら装飾も狙いに行きたいですね。はい、装飾もラキスタガチャに並ぶので時間をかけて元宝をかけずに取りに行きたいところですね。はい、ちなみにラキスタガチャの周期は運営さんの方で今決まっていて、今のところこんな感じの周期で来ていて、3ヶ月おきにまた同じラインナップが並ぶって形ですね。はい、なんで装飾に関しては次の3つ目のとこですね。はい、で装飾が来るっていう感じですね。そんな感じでなるべく元宝を使わずに無料分だけ引いて、最終日ですね、はい、ちょうど今ラキスタありますが、最終日に残り回数分ですね引いて、ここの確定6キスタだけゲットしていくっていうサイクルを続けていくといいと思います。はい、ラキスタ3人目は曹操ですが、曹操に関してはここですね。はい、曹操1体と SSR3 体で作れる奥義で、筋力値レベル ×20 と HP 上限レベル ×300 っていう奥義を解放することができるので、曹操、はい、も、まあ、割と魅力的なんですよね。まあ、特に現環境だと最上とかナタとか関心真田幸村なんていうキャラクターが筋力値ベースの防御無視攻撃をしたり、筋力勝負で敵に撃砕をつけたりと、はい、筋力値っていう値が結構重要になってくる対人戦のぶっ壊れキャラクターが多いので、筋力値奥義が魅力的なんですね。でしかも曹操自体もこの UR の時点から4回攻撃で撃砕を付与しに行くことができるので、まあ、ボス戦なんかで撃砕枠まだ虹で取ってない人なんかはついでにここで UR の撃砕枠奥義と一緒に1人確保していくと、まあ、ちょっとだけねボス戦突破の足しになるような陣営も作ることができるので、まあ、対人なんかでも使える枠で、しかも奥義も取れるっていうメリットがありますね。はい、ということで、まあ、私的な今回のラキースターの優先順位でいくと、1位前田刑事で、2位が曹操と曹操、コブループを将来的に狙っていきたい人は曹操かなって感じで、それ以外の人は曹操を狙いに行くといいのかなっていう感じですね。はい、奥義視点でそんな感じです。ちなみにこの3名二次キャラクターも出てますが、はい、現環境だと二次キャラクターはあまり目立った優秀な性能にはなってないですね。はい、ちなみに前田刑事、敵を撃殺することでコブ化することができるんですけど、はい、実はこのキャラクター一人コブループができるんですね。まあ撃殺条件なんでね、なかなかボス戦や一般戦闘なんかでは目にすることがないんですが、はい、コブループっていうのはね、何も最近始まった裏技ではなくて昔からある技なんですね。まあ、なんで運営さんもここら辺知ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。まあ今となってはいい思い出ですね。はい、ということで次見ていきましょう。来ました、羽根付き諸葛金、諸葛家ですね。ことよろ。
この前の諸葛誕とセットになってますね。このだるまがいるってことは場所も同じところですね。なんでこの諸葛金の横に諸葛誕がいる感じで、まあ、羽子板勝負で先に多分諸葛金が勝ったんでしょうね。明けおめって書いて、で次に諸葛誕が勝ってじゃあってことよろって書いてね、まあ、ちょっと可愛くハートマークなんかつけちゃったりしてね、はい、おそらくこの構えから、はい、持ってるこのね羽ですね、はい、これを打って諸葛誕にインしてたんでしょうね。いや、なんとなくこの字の書き方なんかも見比べてみると、諸葛誕の方に書いてある明けおめっていう字に関しては結構こじんまりしてるのに対して、こっちの諸葛金の方はかなり大胆ですね。で丸バツの位置なんかもね、わけわかんないところにつけてますよね。どういう姿勢にしてこれを書いたんだっていうのがね、ちょっとね想像したらひどい絵になってましたが、まあ、ここら辺のこっちのキャラを見て相方のキャラクターの性格が思い浮かべられるって感じ、いいですよね。はい、言われなんで、まあ急いで撮る必要はないキャラクターなんですけど、明日一応スキルチェックしていきたいと思います。はい、そして半蔵、はいはい、服部半蔵ですね。はい、これもかなり昔からいるキャラクターで、まあ、スキル1で敵6名に箱を、そしてスキル2でランダム6回連撃の流血付与ができるキャラクターなんですけど、まあ、その当時は皇室上位や闘技場上位なんかでかなり多くの人が使ってたキャラクターなんですけど、まあ、最上とか卑弥呼、関心、ナタなんかのね出現によって追いやられていって、今ではほとんど対人戦で見かけなくなってしまいましたね。で追い打ちをかけるように先月佐々木小次郎っていう、はい、性能がめちゃくちゃ似たキャラクターが出てきているんで、まあ、半蔵気になる人ですね、佐々木小次郎との比較が重要になってくるので、はい、私の YouTube 動画で佐々木小次郎の分析動画アップしてますので、はい、気になる人は佐々木小次郎の動画まずは見てみてください。はい、玄関系だと相対的に弱くなってしまったキャラクターですね。はい、そして秋田橋本環奈イベント、町奉行の依頼がなんか限定特別イベントやるんですかね。あ、特に来てないですね。はい、とりあえずちょっと見てみますか。かわいい、この衣装もめちゃくちゃ似合ってますね。で猫ちゃんつきましたね。猫ちゃん、まあ、祝福キャラクターといえば超孔明っていうね、あのキャラクターもね、猫ちゃんが可愛いキャラクターなんですけど、猫3体つけてきましたね。さあ祝福のパワーアップなるか、これどうなるか見ものですね。超孔明ちゃんの猫と違った意味で悪い匂いがしますね。はい、ちょっと江戸っ子の口の悪そうな感じですね。はい、どうなるか、これも明日ガチャ並んだら分析動画アップしたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、どうぞ今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 YouTube メンバーシップも今やっているので、はい、興味がある人は見に来てください。そういえば今日ちょうど YouTube メンバーシップで源義経の対人戦でのコンボですねの映像なんかをメンバー限定で公開してたりするので、まあ、興味ある人は YouTube メンバーシップ動画下の概要欄にリンク貼ってますので覗きに来てください。はい、ありがとうございました。